ゆうじろうチャンネル、今日のお題は会社をうまく辞める方法です。マジでね、今日は会社をうまく辞める方法の3つのポイントみたいな感じで言ってみようと思うんですけど、今日いつものね、どてかな子がちょっと太りまして、ちょっと顔も不細工になりましてなんかいつもどてとやっとるけ、なんかそれが普通なんだけど、今日は名古屋からね、うちの生徒さんが広島に遊びに来てくれたんで、今日彼女にゲストに出てもらってますんで、よろしくお願いします。はい、じゃあちょっと自己紹介。はい、愛知県小牧市からやってきました三間栄です。小規模保育園の園長をしております。よろしくお願いします。小規模保育園で通じとるんかな。だいぶ定着してきたと思います。でもやっぱり自分の子供が対象年齢じゃないと知らないかも。ああ、そうだ、0、1、2っていう赤ちゃん専門になってくるので、0歳、1歳、2歳までのね。そうそうそう、まあ、そういうところの保育園みたいなのあります。そう、もうテナントとか店舗でやる、うんうんうん、外側を作らないっていうルールのもと、外の運動場はないやつ、ない、ああ、うん、部屋の中でやるっていう。そう、でも0、1、2だからそんなに、この炎天下外に出すこともないですし、うん、なるほど、うん、なんか、はい、じゃあ今日はね、ちょっとそんな感じのこんなテーマね、彼女からね、今日質問が出たテーマでやるんですけども、彼女からなんか一番悩んだのは何やったら会社をうまく辞める方法を知りたいって、ね、彼女自分で会社やっとる割に自分で辞めたがっとるんで、今日はその辺聞いてみたいと思いますので今日はこのテーマでいってみよう。はい、こんにちは、相田坂裕次郎です。三間栄です。はい、今日名古屋からなんですけども、名古屋も今もうコロちゃんすごく大変なことになっとるだろう。でしょうね、もう最近数字も見てないですけどまあそんなね、三輪栄さんですけども、さっきも言いましたけど0歳、1歳、2歳の保育園ねをやられてると。今1店舗1店舗です。もう小牧市はこれ以上出す気がないって言ってるので、あ、それは認可が取れんと出せれんやつ。そうだから市が認可しなければ出さなくて、うん、もう市はもう小牧市はこれ以上出さないって言ってるから、うん、もう2店舗目出そうと思ったら市外です。でもこれだけ保育園不足じゃって言おるんだけど、やればもう店員はすぐいっぱいになるのと思うでしょう。全然、うん、あ、全然割れろ。お母さんたち0、1、2だけじゃなくて3、4、5まで見てほしいから、第一希望は大きい保育園出しちゃう。で、じゃあ2歳まで見て、うん、じゃあ3歳になる時にはもう出さねえけど。そう追い出しなに。そう、だからその次幼稚園に行くか保育園に行くかお母さんが決めるんだけど、じゃあそこからちょっと難民になるかもしれんわけじゃ。そんなところで手放せやんとってよみたいな。そうで、もう一回他使っと思うとやっぱりお母さんたちにもちょっと、なるほどね、なっちゃいますね。まあそんなね、三輪栄さんですけども、この会社をうまく辞める方法を聞きたいっていうのが、なぜ、お前一応経営者じゃないか。今は辞めたいわけじゃないですけど、うん、なんか辞めるっていうことにすごく勇気を使うのはなんでかなっていつも思う。なんでもそう、習い事でも、うん、やめますっていうこの言い時がない。例えばピアノなんかいつまで続けるやんとか。いやいや、それは何、栄のところの、職員さんもやめるって言ってくるわけよ。言ってこないけど、うちはあんまり。じゃあ全然いいじゃない。いいんだけど、なんかこうやめるっていうことに対して勇気が。それなんかトラウマがあるな、お前。自分の前職がやっぱり綺麗にさっぱりやめれなかったっていうのはある。前職は何をしようだ。前職も小規模保育園の園長。じゃあ前職も小規模、うん、保育園そう園長の園長所だ。雇われ園長ですね。経営者はまた別。経営者がおって園長がおって、うん、そうでも今の栄がやっとるのは経営者は三輪栄、うん、園長は三輪栄。エースで4番やりよるわけ。エースで4番なんだけど現場には入らないので、私保育には入らないから。ああ、じゃあ毎日はこうやって子供の相手をしよるわけじゃない。してない。毎日何しよる。ブログ書いてるそれでお前時間を持て余したんだよ毎日。嘘を言ってかんね、うん、先生たちが何本当って思っちゃうから。でももともとその管理者っていう形の立ち位置があって、うん、そこになると保育には入っちゃダメだよっていうルールがあるんですよ。ああ、うん、オーナーが保育の現場におっちゃダメっていうこと。現場っていうか入るのは自由なんだけど、例えばこう保育士は5人配置しなきゃいけないよって決まれてる中で、うん、その5人目になることはできない。6人目になることはできても、あ、じゃあ人が辞めたからって急遽そこへ。そう入るのはダメなんだ、うん、そうするとね、うん、保育士管理者加算っていう加算がつくんだけど、それ取られちゃうの全部。それがすごく大きいの。へえ、なるほどね、うん、
え、じゃあ何、その自分が前の職場を辞めるときに大揉めに揉めたわけや、うん、そう、別に最初は独立するよって言って、あ、うん、いいよ、言うと思っとったみたいな、あ、そこのオーナーがね、うん、でそのまま行くかなと思ったんだけど、うん、なかなかそれがだん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 こじれてっちゃって、それはやっぱりあれね、その栄がそこの園長をしょるときに、うん、結構力持っとったね。そうじゃないですかね、うん、自分で言うたそれを。いやだって本当に、いやそんなことないですよ、言うとこで今。じゃあでもオーナーは本当に保育に関わってなくていなかったので、ほぼ、うん、じゃあもう栄がおらんくなると何もできないみたいな状態になっちゃうから、早めに言って、うん、もうやめ、この来年度自分で立ち上げてやっていきたいんでっていうのを結構5月とかそれぐらいにも言って、1年前ぐらいに、うん、でもう体制を整えて、うん、準備して出てくつもりだったからね。でそれを1年ぐらい前に言って、で実際にもうやめますって言った時に、うん、揉めたわけよ。揉めたわけよ。まあなんていうの、同業なんとかってあるじゃん、協業のだったりとか、うん、場所も近くで出すという話だった。すぐ近く。ああ、それはもう完璧にお前は足を潰しに来たんかみたいな話になるになっちゃうのと、うん、まああとスタッフが何人か私も一緒にって話になったのが一番大きかったかも。ああ、スタッフも辞めると。ああ、じゃあそれはやっぱりこう経営者からすると裏で糸引いたのこいつみたいに見える。そう、そう疑われてたけど、でも、うん、そのみんながじゃあ私もって言い始めた時は、私次が作ることってまだ決まってなかったの、うん、だから3月で辞めちゃって、私がもし縁を作れなかったら彼女たちはもうショックをなくす状態だったから、うん、それはでも別にヘッドハンティングでも何でもなくないって。あ、でもそれでもみんなは栄先生についていきたいって言って、うん、で言って、でもそれを知ったらやっぱり気分悪いですわね、上は、うんうんうん、やっぱそこからこじれてきましたね。ああ、なるほどの、うん、あのこれってよくあるのは美容院とかでもそうやけども、美容院で雇われとった人たちが辞めますって言った時、大体円満でこう独立できることの方が少ないけどね。ああ、そうなんだ。それはやっぱりこう客も持っていかれるとか思うじゃん、うんうんうん、オーナーからすると、うんうん、だから ええ気はせんじゃん、ね、それは痛手をこうけ、うん、でも最初辞めますって言った時はそんなことになると私も思ってなかったから、自分一人で、うん、まあまあ今回のその栄のケースは、その辞めますって1年前に言っとるのに何の手も打ってなかったそのオーナーがやっぱり怠慢だったと思うよ。それはそれもあるかもしれないけど、何の時期栄が辞めたらその後すっと園長先生が入ってくるようなこともなかったわけだろ、うん、ということは準備してないことや、うん、うん、まあね、まあ、この YouTube チャンネル見てる方も、今の会社を辞めようかなとか、まあ、考えてる人も多いと思うし、まあ、辞める理由がちゃんと自分の中に独立をするとか、うん、あるんならまだいいんだけど、一番手が悪いのは面白くないから辞めるみたいな。そう、合わないから辞める、面白くないから辞めるとかね、合わないから辞めるっていうのが意味がわからない。うん、うん、面白くないから辞めるとか、楽しくないから辞めるっていうのはこけたやんけお前。これ今日ね、彼女が気になっちゃうよ、お土産で持ってきてくれたんですけど、ミケさん、まあ、また後で紹介しますから、持ってよ、はい、うん、このね、やっぱり辞めることを考える時のタイミングみたいな、うん、そのタイミングに経営者が気づかんことがまず問題だと思うんや。大体あるじゃん、お前のところでも辞めるとかっていう人っていうのは大体もう辞める前に、あ、こいつ辞めそうなのとか分かるわけじゃん、うんうん、で分かっとって何も手を打ってないわけじゃん、うん、で結局辞めます言わされとる。あ、でもオーナーも言うと思ったとは言ってた、私の時も、うん、でもそれは1年前だろ。1年前にちゃんとそれはちゃんと独立するからっていうことで言っとるわけだろ。だからまあ独立するからとかっていうのはいいわまだで、独立をするときにやっぱりこう揉めて独立するのは良くない、良くない、なんかやっぱこう応援されたいじゃん、うん、だからそれはやっぱりね、今度は、独立する側の配慮のなさだと思うわけよ、うんうん、ただやっぱり面白くないとか楽しくないからやめるって言った時に、経営者がそれを気づいて早めに手を打ってないとかっていうのはもう経営者の怠慢だと思うわけよ、うん、でもこれもあるよ、こいつやめてくれんかなとか思っとるやつが。そういう人ほどやめないじゃん。そういう人ほどやめんのに。うん、あ、
そうか。だけどそういう人は自ら辞めてまた変化を求めてとかっていうことよりも嫌でも愚痴言いながらここにおった方がいいと。そうそうそう、ぬるい環境がいいんでしょうね。あ、まあの、うん、でも私はそのなんて言うんだろう、その保育っていうもののやりやすさとか考えて、うん、こういうふうに働き方を変えていったら、うん、もっと働きやすいんですよってことは訴え続けてきたんですよ、うん、でもそれが変わらなかったから、うんうん、でそれに対して文句言ってる自分も嫌で、うんうん、でブチ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 言いながら過ごしてるのがすごく嫌だったから、もういいやってなったの。じゃあそれは前の時のオーナーとそういう腹を割って何回も話をしたわけよ。してない。でもこういうの違うと思うんですよ、ね、あ、それはやりました、やりました、言ってますよ、うんうん、でも変わらなかったから、じゃあここはそういうやり方だから、あ、おっちゃいかんなと思った。私それはあれなんよ、話をするタイミングが悪いんよ。へ、日常業務の中でそれをパツパツ言われると、うん、なんか仕事の愚痴言うようにしか聞こえないわけです。そうじゃなくて、ちょっと社長話があるんでって言って、ちゃんと膝と膝を交えて喋れば、こっちも今喋るぞっていう気分じゃん、うん、でもそれを日常のバタバタショーの中でこうやって言われたら、うん、こっちも忙しいんじゃんお前みたいになるわけだ。でもやっぱりそっちの経営側に立って見ると、うん、ああ嫌な存在だったな私って思う。あすごい。だけど自分が今オーナーになって、うん、当時の三輪栄が園長でおったら、うん、めっちゃ嫌だろ。嫌だと思う。助かるよ、すごい助かると思う。私今現在ナンバー2がうちいないので、うん、任せられる人がいるっていうのはすごく助かったと思う、うん、けど、うん、なんて言うんだろうな、怖くもあったと思う。そうね、組織っていうのは、うん、こう任せれるプラスがあれば、うん、それと引き算が絶対出てくるわけよ、うん、だから任しとる以上こいつらもやん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 言ってくるという、うん、めんどくさいのっていうマイナスもあって、うん、プラスマイナスゼロになるわけよ、うん、でまだ助かるのの方が上じゃったら、まあ、我慢しようかみたいになるけど、うん、これがマイナスの方が上が待ってくると、こいつほんまめんどくさいのみたいな、そうに思われてたと思うなと今は思います、うん、助かる反面ね。まあね、うん、で私お金のことでどうこうって言ってきたことがなくて、うん、働き方をもうちょっとっていうのをずっと訴えてたんだけど、で実際自分がそれをやるじゃないですか、うん、自分がそう思ってやってたけど、うんうん、まあでもお金のことに関しては確かに大変だなとか、うん、そう簡単にできんねっていうのがやっぱり分かってくる。うん、働き方の、まあ、改革案みたいなのをお前は言っとるつもりだけど、うん、ほんまにこっちからするとその日常の中で言われるのはただの愚痴にしか聞こえんわけだよ、うん、そういうことか、うん、だからやっぱりそれは夫婦関係でもそうじゃん。なんかこうやって日常なんかやりおるときに小言を言われるとうっさいのになるけど、うん、ちょっと座って、ちょっとマジでちょっと話があるとか言ったら、うん、ちょっ ょっとおなん来るんじゃないかみたいな、青ざめるわ、うん、だけど、うん、そういう場を持つということはすごく大事だよね、うん、ただまあそれをの最近下の人間がそれをちょっと場を持って話しましょうって言ってくるような覚悟のあるスタッフも少ないとは思うけども、うん、うん、なかなか自分事としては捉えてもらえないなっていうのはすごく感じる。そう、今はどっちかというと、うん、役とかなんとかよりも全然責任がない方がいいですみたいな人の方が多いけ、うん、だから酒井さんが言ったじゃん、正社員ならずにパートアルバイトでいいんですっていう人が多いっていう、うん、多い。なんかそれなんか書いたら、うん、じゃあ正社員になったら何、うん、かあった時に全部私責任取らねえけんのんじゃないかみたいに思うんじゃろうじゃん。じゃあパートアルバイトだったら責任ないんかって言ったら、うん、それはあるでしょみたいな。そんなことはな、保育に関しては特にね、うん、子供一人に対してね、うん、パートの人にもこんだけの責任なんていうのはないから、こう隠しカメラつけとったらパンパン叩き終わったとかあるわけじゃないそう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 、それがパートアルバイトだったけど、まあしょうがないですねとはならないことだろ。ならないから、うん、いいのになと思うけど、うん、やっぱり決めることができない人が多いんだと思う。なるほどな、うん、こう任された時にこれでいいのかなとか、あ、これでって言ったらあの人たち嫌だって言うかなとか、うん、そういう心が多分すごく働くから、まあ基本的に女性に多いのは本当に何にも時間から時間はちゃんと働きます、うん、本当に何の私に何かこう何かが向くのはやめてくださいねって言ったらすごく多いな、うん、でも私から見ててすごく力のある子たちがいるから、うん、もったいないなと
私は思うけど、やったら伸びるのになみたいな。そう、絶対できるのになと思うけど、でもやって伸びて第二の境みたいになるわけよ。そうすると独立されるんだよね、うん、そうそう。なあ、でもその時は私また全然違う目線でどうぞって言えると思う、うん、うん。まあ、だけど、ね、今日はね、あの会社をうまく辞める方法のね3つのポイントみたいな感じで言ったんだけど、うん、まず1個目のポイントは、うん、もうね、まずもって会社をうまく辞めれないですから。そうなんだ。あ、そっか。もう会社辞めるときにうまく辞めよう思って、うん、そっちの方が可能性少ないけ、うん、まあ、大概揉めるよ、うん、うん、そうか。いや、それは、うん、力のある子であればあるほど、うん、それは揉める。うん、揉めずに、あるよ、辞めるたら、いや、お前どうしたんや、何があったんやとか聞かれたらどうしようとか思って辞めますって言った時に、あ、ほか、じゃあの、みたいに、うん、一切止めてもらえんかったみたいな話も聞くけども、うん、それはそれで嫌なんだよね。じゃあそれはあの向こうも待ってましたじゃんけ。よく言よく言ってくれましたみたいな。それでも一回はやっぱりえーって言った方がいいのかな。えーって言った時にじゃあ頑張りますって言われたらどうするんや。ううってね、これは受理させてもらうけどみたいな。日付ねって言って。だから、まあ、まずもって辞めるときにうまく辞めようっていう方がまず虫がいい話であって、まあ、まず、まあ、うまく辞めれる方が少ない。うん、ね、で二つ目はね、やっぱり腹割って喋ってないき。それはあった。コミュニケーションも絶対。いや、コミュニケーションっていう問題じゃなくて、うん、場を作れっていうことだよ。場を話すね。うん、この本当日常の仕事で忙しくしとる中でパッパパッパ言われるのは小言じゃけ、本当、うんうん、大事じゃないね、うん、だから小言をいっぱい積み重ねてって、で言っとる方は何ぼ言っても治らんって言って、うん、それは治らない、小言としか受け取ってないけ、うん、そうだろ。それをちゃんと場を取って、大事としてちゃんと喋って、こう変えてほしいんだ、でないと本当に私らはやっていかれないみたいな、みたいな話をしてくれれば、こっちもじゃあちょっと変えようかって。雨降って地固まらす感じじゃないわけよ、うん、こうパラッとした雨がよく降るみたいな、うんうん、痛くも痒くもなんともないけども、降らしとる方はこんなに降らしとるのになんで分かってくれんのみたいな話やな。だけど坂井がそのお前の中でいっぱいいろんなこと言ってきたっていうのは、うん、お前目線なんだと思うよ、うん、向こうのオーナーさんからすると、うん、いや、そんなんいつ言うたっていう話だと思うわ、うん、いや、この三代坂井のこの何年かのこう動向を見よると小言いっぱい多いじゃん大体が。もう、ああじゃあこうじゃ、ああじゃあこうじゃ言う、あの公園のそばで、何、幼稚園の先生の悪口言うよるママみたいな。いつまででもあのバスの停留所で喋ってね。そうそうそう、もう窓だあいつらみたいな。仮まで喋ってんじゃないのっていうぐらいの、うん、いるいる。そう、ああいう風に見えてしまうのうん、わかる、うん、でね、言わない気がしましたよね。3つ目はね、まあ、これはわしの、うんうん、願望まって言うけども、うん、自分の言葉で伝えなさいみたいな。やめたいんですとか、やめますというのを最近知っとるか、お前。やめることを代行で言ってくれる会社があるんだけど。あるね、うん、話題になってた。お前もう実績で言ったら、お前あのホームページとか載ってるけども、7000件の実績とかなんか書いてるわけよ。いやいや、え、やめるのを人を使って言うんですかみたいな、まあ、まずもってね、それがよく意味わからん。まあまあ、わしらみたいな地方のこの中小零細弱小家業の中ではそんなことはないと思うよ。これもう完璧に大都会のいっぱい社員もおって、うん、でちょっとあのパワハラ気味のところもいっぱいあってみたいなのがそうなるんだろうと思うんだけども、いや、まあね、わしらぐらいのクラスでもしそれをやられたら、その会社もう終わっとるの。あと私も今まで見てて、あの仕事するときに何かお願いさせるときに、うん、こうすいません、仕事するにしても旦那さんの了解が取れなくてとか、旦那がっていう理由を出てくる人たちを聞いてた時に、最初はもう本当世の中クソ旦那だらけだなと思ってたんだけど、うん、だんだん分かってきた。やりたくないだけだよね。それは旦那を理由にしてるだけですよね、うん、そう、それに気づいてきた時に、うん、あ、ごめんね、文句言って今までの旦那さんって思った。うん、うん、まあその旦那にどうのこうのって言われたら、こっちも何も言いようがないから。そうね、うん、でもそうやって言ってきたら、もうそうですかって言っても、なんかだんだん期待しなくなってきちゃった自分も、ちょっといるのも嫌だなと思いますけど、うんうん、でもそれもあれない、場を作ってみんと分からない、うん、一回お前が本当にそうやって旦那さんがって言われたら、こっちも何も言えんのんよと、ただでも私はこう思っとんよ、こう思っとんよ、こう思っとんよみたいな話を一回ちゃんとしてみて、うん、それでも変わらんのんだったら、もうそれはしょうがない。だから、うん、やっぱお前もちょっと成長せねえけんのにゃいんか。
逃げてる部分あると思う。すごく、まあ、めっちゃあると思うな。例えばあの人が、この人がおらんくなったらもう仕事が大変になるけとか思うと、どうしても相手に気使ってしまってこの人に追ってもらおうという組織運営になっていくわけ。もうの百害あって一利なしで、それ例えばよ、あのほんまにこいつがキーマンじゃと思っても何やとんかこいつって思った時にズバッと、おらーってから言えない経営者はやっぱりダメだと思うよ。そうだね、別におらーじゃなくてもいい、まあ、ちゃんと話をして、いやこうでこうでこうじゃんだと、本当にこのままだったらやっていかれんわと、みたいな自分のやっぱあるじゃん。もうそんなんずっと毎日思ってたらここにずっと足りながら毎日仕事せなきゃいけんわけじゃん、うん、楽しくないじゃん。楽しくない、うん、いや楽しくないことすなって思うよ、もうの、うん、もうのあの人間40も超えてくると、うん、あの金儲けだけで仕事できんけ、できんね、やっぱこう楽しいのとかワクワクするのとか、まあ、このメンバーでもっともっと働きたいとか、そう思う、思いたいじゃん。思うけど伝わってないかな、うん、すごいって、うん、伝わってないんじゃなくて伝えてないの、それは、うんうん、そうだからやっぱりお前がなぜのこうやって会社をうまく辞める方法みたいなんで、うん、今日わしにこんなこと悩んどんじゃって言ったかというと、やっぱり同じことを繰り返すわけ、うん、だからお前がそれを前の経営者に言った時の経営者の気持ちがわからんかったかもしれんけど、今分かる、すごく分かってくるわけよ。ただお前の下にその力のある園長先生みたいなのがおらんからそこまで揉めてないし、逆言うと無気力な従順な人たちはおるわけじゃん。イエスマンはいっぱいおるけども、誰もとんがってないわけじゃろ。とんがってない、それはそれで面白ないわけじゃろ。うん、じゃあ逆にとんがってるやつがおるとそれはそれでまた腹が立つわけ。真ん中ないんですかね。真ん中はないな。どっちかなの。いや、まあ、どっちかというか、まあ真ん中やな、ないの。そのどうしてもこうきっちり仕事するやつはきっちり言うことも言うけ、そうやろ。でもさ、こうちっちゃい会社だから、直接言ってみれば社長なので、うん、直接社長に文句を言うってことも難しいと思うの、うん、普通大きい会社だったら直で社長になんか言いに行けないはずだから、うん、段階を経ていく、上がっていくわけじゃない、うんうんうん、だからこの私とそこの間にも中間の人が一人いてくれたなと思う。小さい会社なんだけ、うん、なんでお前小さい会社なのに、うん、そこだけなんかすごく組織みたいなピラミッドみたいな。じゃ、私は社長だからみたいな言いにくいじゃん、直接って。お前が降りりゃいいじゃないか。ああそっか、何社長じゃけってドーンとか前からお前がこれおかしいなと思ったらお前が降りてから、お前がそういう場を作ってお前が喋ったらいいじゃないか。でどうせ払わらんけ、お前から全部払うわって、私も全部出したけんねって、うん、なんかあったら言って。これをやらん経営者が多いすぎる。なんかのピラミッドだよ、小さい会社くせにの。社長がってないよ、部長がって課長がってみたいな、こんな組織みたいになってる、うん、下のもんは私に直接言って来にくいよねって。来にくいっしょ、何あぐらかいとお前からおるよ、お前から。いや下にいた人間としては言いにくいさ。あ、私下じゃなかったか。だけどお前が降りてじゃあ前のの前の経営者がいやすごい私組織変えよう思うんだけど、うん、どうやったらいいかね、うん、皆さん教えてとか言ってもし来たら違ったこないか。違ったと思う。だってそこの人についていこうと思って始めたんだもん、そこで。そうだろ、ついていこうって思ったのがお前が独立をしようという考えになっていったのは、何かやったらこことここ映画に行ってないんだよ。そうそうそう、うん、だからそれをお前がちょっと場を作ります、作ってくださいっていうよりは、うん、上から言ってくれた方がやりやすいだろ。そうね、うん、そっか。何お前社長ずらしたんだだから全てお前が悪いということで今日は結論なんです、はい、結論出ましたね、うん。だからね、やったことは必ず皆さんやり返されますからね。いや、嫌なこと言わないで。いやいや、本当にそれはもう因果応報になってますから。吐いたつばは絶対自分にかかってきますからね、うん、覚悟はしてます、うん、なのでそうならないために上の方から下に降りていろんな話をしてみると、うん、小言じゃなくて、うん、場を作って大事にしてしまうと、うん、いうことでいいですか、はい。なので今日はね、会社をうまく辞める方法っていうので3つのポイントで言ったんですけど、これうまく辞めるのがいいかどうかっていうことなんですけども、まあ今日これに対して1つミッションを持ってきましたので、今日のミッションはこれだ。はい、はい、じゃあね、今日は会社をうまく辞める方法ってなってますけども、まあ辞めるときに嫌だから辞めるとか楽しくないから辞めるとかじゃなくて、まあこの番組は結構中小零細弱小家業の社長さんにって向けて僕やってますんで、
今の会社を自分が独立をしようと思って辞めるときというこのシーンに限定させてもらいますよ、うん、まあ酒井みたいに自分が独立するから辞めるっていうときね、たときにもうはっきり言っとくと、人間関係を壊して独立するよりもその人にも協力者になってもらった方が絶対に後々プラスが大きいですから、だから必ず独立をしようと思ってるんであれば今の経営者とうまいこと調和を取りながら辞める方法ぐらいを考えんかったら同じことされますからね、あなたは。いいですか。だからまあその前職の社長にもね、お頑張れって応援するぞみたいな握手で終われるような協力者になってもらうような辞め方を自分で場を作ってちゃんと喋って理解をして、腹を割って喋って理解をしてもらって辞めてください。辞めてください。いいですか。そうじゃないと彼女のように同じことされるようになります。わかりましたか。わかりました。わかりましたね。準備しておきます。はい、ということで今日はね、あの名古屋から来てもらいましたけども、はい、絵面がちょっといつもの土手と違って本当すいませんでした。何何、ちょっとあまりにもちょっと悪いんだったらちょっとモザイクも入れたいと思いますんでね。桃で、はい、はい、ということで今日はここまで。じゃあね。